ユアホスト、ユアホスト、1947年から1961年は、アメリカ合衆国で生産、調教されたサラブレットの競争および、シュボバ。1950年のサンターニタダービーなどに勝ち、シュボバとして、アメリカ伝道馬ケルソなどの父となった。二度の生命の危機を克服した、強い精神力の持ち主であったという。映画会社 MGM 創設者の一人、 ルイスビームレイヤーが所有する牧場で、1947年に生まれたクリゲのサラブレッドである。父アリバイはイギリスで未出走に終わった、ハイペリオンサンク、母はアイルランド戦ニーに2着の成績がある一生場、ブードワールと、この時点ではあまり評価されるような決闘ではなかった。また、ユアホストは非常に不格好な子馬で、右目、右耳は左側に比べて持ち上がり、 首は、ねじれ、肩甲骨の間は、くぼんでいた。他にも4本の足すべての足先が、靴下のように白く、いわゆる、4白。これは、当時不吉の象徴とされてきた。さらに正確にも、難を抱えており、神経質な上に頑固で状況も思うように、いかなかったという。2歳のデビュー前、ユアホストは命を危ぶまれる重病を患う。 獣医の看護と自身の精神力でそれを克服し、その年にデビューを果たすことができた。これだけ多数の欠点を抱えていたため、デビュー前の評判は非常に低かった。メイヤーの娘婿にあたる映画監督、ウィリアム・ゲイツが馬主となって、1949年に競争馬として西海岸でデビューした。2歳児はデルマー・フューチュリティ・ステークスや、 カリフォルニアブリーダーチャンピオンステークスに勝ち、セリーナスハンデキャップとホームブレッドステークスで2着になるなどの成績を残した。翌年3歳シーズン頃には、そのキーな風彩から、オールドサイドワインダー、オールドサイドワインダー、ザツイスター、ザツイスターなどのあだ名が付けられていた。ユアホストは3歳クラシック路線に向けて出走を繰り返し、 重要なプレップレースであるサンフェリペステイクスとサンターニタダービーに勝ち、ケンタッキーダービーの最有力優勝候補に挙げられるようになった。この頃には、あだ名がさらに大げさになり、ザ・マグニフィセント・クリプル、ザ・マグニフィシエント・クリプル、脅威の障害者や、ザ・フリーク、ザ・フリーク、化け物などと呼ばれるようになっていた。本番のケンタッキーダービー、ユアホストはこれまでにないほどの出迎えで、 競馬場に入場した。しかし、本番となったレースでは、ミスタートラブル、フラミンゴステークスカチ馬マに競りかけら、1マイルを過ぎた、あたりで、スタミナが尽きてズルズルと後退、優勝した、ミドルグラウンドに大きく離された急着に、敗れてしまった。敗戦の後、ユアホストは、クラシック戦線から離れて、カリフォルニアに戻り、マイル路線を中心に出走するようになった。 この年、ユアホストは、ケントステークスやサンクスギビングデーハンデキャップ、シェリダンハンデキャップなどで勝ち、西海岸のマイル路線を接見していった。8月には10ハロンのアメリカンダービーで再び、中距離に挑戦しているが、ケンタッキーダービーでも、先着、二着された、ヒルプリンスの三着に敗れた。ユアホストは4歳になっても体格は良くならなかった。4歳児の著名内戦に、 130ポンド、約59キログラムのトップハンデを積んで出走したサンタカタリーのハンデキャップがある。このレースの途中、5、8の表示棒を過ぎたところで、ユアホストの肩甲骨から、クラがずり落ちる事故が発生、機種も落ちそうになったが、必死に縦紙にしがみつき、そのまま競争を続けていった。ユアホストは、そのような状態ながら、機種を振り落とさず、 バグを縫うように抜けて一着でゴールした。このような状態であったにもかかわらず、この時の勝ち時計は1分48秒15のトラックレコードであった。しかし、同年1月13日のサンパスカルハンデキャップの競争後、ユアホストは痛みを訴えて、ターフ場で暴れ出し、場内を騒然とさせた。ユアホストは右前足の尺骨が4箇所で折れており、 さらに右肩も粉砕されていた。誰しもが予後不良で処分されてしまうのだろうと予想し、ウィリアム・ゲイツもそれを考慮したが、ユアホスト自身がそれを拒絶したという。ゲイツはこれに際して25万ドルの保険金をかけていたロンドンの保険市場ロイズに支払いを求め、ロイズもこれに応じた。この資金はユアホストの命をつなぎ止めるのに大いに役立てられた。 ユアホストは、ジョン・ウォーカー医師の元に送られ、そこで治療に専念することになった。幸いにも、ユアホストは足を固定されても暴れず、また強い精神力を保持し続けたこともあって大事、至らなかった。そして競争能力こそ回復できなかったものの、一命を取り留め、無事に種ボバ入りを果たした。初年度の3区から、ブレンホスト、ブレンホスト・デルマー・フューチュリティ・ステークスなどや、 ソーシャルクライマー、ソシアルクライマー、エルドラドハンディキャップなどなどのステークス勝ち馬を出など、好調なスタートを切り、1957年に生まれた、ケルソは5年連続年度代表馬に輝いて、後に殿堂入りを果たした。代表的な後継種馬として、サンディエゴハンディキャップ価値のあるウィンディサンズ、ウィンディサンズがいる。同馬は後にクリスタルウォーター。 クリスタルウォーターサンターニタハンデキャなどやイレブン、スティッチャス、イレブンスティッチーズハリウッドゴールドカップなどなどを排出して種ボバとして成功している。また、母の父としても実績を残しており、産区の一頭、ソシアルバターフライは日本に輸出され、そこで後の検証場当ボーイを生んでいる。1961年、ユアホストは15歳で、その生涯を閉じた。 すべてグレード性思考以前、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。